エリック・クリプキは、アメリカ合衆国の脚本家、テレビドラマ監督、テレビプロデューサー。ザ・ダブル・ウィン系列のテレビシリーズ、スーパーナチュラルのクリエイター、および NBC 系列の2012年秋の新ドラマシリーズ、レボリューションのクリエイターである。シルバニア・サウスビュー高校の1992年、卒業生であるクリプキは、しばしば友人たちと共に自作映画を制作し、 他の生徒たちに見せていた。1996年に南カリフォルニア大学映画芸術学部を卒業した後、1997年に日本の映画の脚本と監督を担当した。その後、ザ・ダブルービー系列のテレビシリーズターザンの企画と脚本を担当し、同作が8話限りで打ち切られた後、映画ブギーマンの脚本を担当した。なお、同作には、 続編、ブギマンに、ブギマンさんもあるが、クリプキは参加していない。2005年、クリプキ発案によるテレビドラマ、スーパーナチュラルがザ・ WB 系列で放送開始。クリプキは同番組のショーランナーをシーズンを終了時まで務めた。さらに、SF ガイサスペンス映画、アジャストメントの協力プロデューサーも務めた。また、 2013年公開予定の劇場映画、ホーンテッドの脚本と監督も担当している。2011年8月、クリプキが DC コミックスキャラクターのデッドマンに基づく新シリーズをザ・ CW 系列向けに企画中だと発表されたが、実現しなかった。しかし、新テレビドラマレボリューションを NBC 系列向けに考案し、 J.J.A. ブラムスと共にエグゼクティブプロデューサーとなった。スーパーナチュラルで成功する前、クリプキは2005年前半公開の映画、ブギーマンの脚本を担当した。母を亡くしたばかりの青年、ティムが母ばかりかかつて父をも殺したと思われる超常的な怪物と対決するため故郷に戻るというストーリー。2005年、クリプキはテレビシリーズスーパーナチュラルを企画考案。 シーズン1からシーズン5まで自ら脚本、制作葬式、ショーランナーを担当した後、セラ・ギャンブルを後継者に指名した。スーパーナチュラルは、サムとディーンのウィンチェスター兄弟がハンターとして、幽霊や悪魔などの超常的存在から世界を守るという物語である。兄弟たちはまた、自らアポカリプスを引き起こして終わらせるという状況にも置かれる。クリプキは、 スーパーナチュラルのショーランナーとしての役割を第5シーズン限りで降板した後他のいくつかの企画原案に携わった。そのうちの一つ、レボリューションが NBC 系列で2012年9月より放送中である。同ドラマではあらゆるエネルギーが不可解な消滅を遂げた後の世界におけるサバイバルや愛する。 物たちとの再会を目指して奮闘する物たちの物語が描かれる。主な出演者はトレーシー・スピリダコス、ビリー・バーク、ジャンカルロ・エスポジート、エリザベス・ミッチェル、グラハム・ロジャース、アンナリーズ・フィリップス。2019年から配信されたアマゾンビデオのテレビドラマシリーズ、ザ・ボーイズでは企画、制作葬式、及び数話の監督と脚本を務める。 クリプキは結婚しており、一人の息子がいる。息子の誕生日は、サム・ウィンチェスターと同じ5月2日である。また、エリック・クリプキは、著名な哲学者、論理学者、ソウル・クリプキの老いにあたる。ありがとうございます。